タンピネス・スタジアムは、シンガポールのタンピネス地区にある複合施設、タンピネス・ハブにあるスタジアム。タンピネスタウン・スクエアとも称する。もともとは、陸上競技場研究技場であったが、現在のスタジアムは2011年に、旧スタジアムとタンピネススポーツホールを取り壊して、建設された、タンピネス・ハブの施設の一部として、2017年7月に、 完成したものである。タンピネスハブは、シンガポールの法定機関の一つである、人民協会が主導して整備した、地上7階、地下2階の複合施設で、スタジアム、プール、アリーナなどのスポーツ施設のほか図書館や行政施設、医療機関、ボーリング場や映画館などのレクリエーション施設。 ショッピングモール、飲食店などの商業施設の機能を備え、シンガポール発にして、最大の統合されたコミュニティとライフスタイルのハブ、インテグレーテッド。コミュニティライフスタイルハブを受賞する。スタジアムは主にサッカーの試合に用いられる。観客席は2層構造のメインスタンドのみで、収容人数は5100人。メインスタンド以外の3方は、 タンピネスハブのその他の施設が囲む設計となっており、多くの施設の窓から常にピッチを眺めることが可能である。タンピネスハブを利用する試合のチケットを持たない人でもピッチが眺められる構造のため、現在のスタジアムではアジアサッカー連盟所間の公式試合の開催は認められていない。現在、シンガポールプレミアリーグに所属するタンピネスローバースが ホームスタジアムとして利用しており、2017年7月28日に開催された S リーグのタンピネスローバースタイブルネー DPMMFC との試合が最初の公式戦となった。その試合の前哨戦でタンピネスレジェンドとスポーツ SG レジェンドの試合が行われ、その試合のファーストゴールは日本人の仕方健太郎が記録している。 2019年からは隣接する、ベドック地区を拠点とする、ゲーランインターナショナル FC も、東スタジアムを本拠地としている。地下鉄の MRT 東西線、タンピネス駅より、徒歩約5分。ありがとうございます。